陸自丸三式人に、意識誘導弾改めを、南西4位島へ配備か、石垣駐屯地に保管する誘導弾の種類。防衛省異例の発表で、プロ市民驚愕を詳しく見ていきますね。南西諸島防衛に、防衛省も異例の発表をしていますし、馬毛島の工事も着工し、急ピッチで防衛体制を強化しています。令和5年3月16日、沖縄県の離島である石垣島に、陸上自衛隊の石垣駐屯地が開設を迎え、南西諸島方面の防衛力の強化と整備が、この方面へと海洋進出を強める中国に対し、その動きの抑止と牽制になることが期待されている。また、今回の石垣駐屯地の開設にあたって、防衛省側は、同駐屯地に、人に、意識地対艦誘導弾の弾薬の保管を実施すると、前もってアナウンスしており、本来であれば秘匿されることが、常のこうした情報をあえて明かす戦略を見せている。まあ、石垣駐屯地の設置が決められた時点から、同駐屯地には、今回の話題となった人に、意識地対艦誘導弾、並びに、丸三式中距離地対空誘導弾を運用する部隊が配備させることは、確定していた状況であった ため、容易に想定される内容ではある。それでも、防衛省側が、あえて、この情報をアナウンスした意味を忖度するのであれば、中国側に向けた南西諸島の防備を固めていることのアピールであり、容易に、中国側の艦艇が接近できないことを認識させたいのだろう。石垣駐屯地には、こうした人に、意識地対艦誘導弾、及び、丸三式中距離地対空誘導弾を運用する総勢で、およそ570名規模の部隊が置かれることとなり、これまで手薄であった沖縄本島以西の南西諸島の防備を高めることになる。人に、意識地対艦誘導弾は、全モデルのは、地は、知識地対艦誘導弾の後継機として、2012年から、陸上自衛隊での調達が始められた装備で、装輪式の車両の荷台部分に、本体の発射機を備える移動式の地対艦ミサイルシステムである。現行の人に、意識地対艦誘導弾は、最大射程は、百数十キロメートルほどとそこまで、長射程というわけではないが、石垣駐屯地に配備されることで、周辺海域への中国海軍の艦艇の接近を抑止する効果を生むと予想されている。また現在も、この人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の開発は並行して進められており、2022年12月に、新たな安全保障関連の3文書を改定し閣議決定された中でも、国産のスタンドオフ能力の中心として位置づけられている。ミサイル本体に大幅な変更を施したこの人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、その射程距離を1段階目でおよそ 900km ほどまで、次いで2段階目でおよそ 1500km ほどまで延伸することが見込まれている。そこまでの射程距離を実際に確保できた場合、石垣島からでも、十二分に、中国大陸の沿岸までを、物理的には攻撃可能な範囲に収めることが可能となり、飛翔速度こそ、亜音速と速くはないが、作戦の幅を広げることに寄与するだろう。加えて、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、現行の装輪式車両による、地上発射型にプラスして、航空機に搭載する形式や、艦艇に搭載する形式への横展開が基礎されており、運用する母体の多層化も担うことになると言えよう。丸三式中距離地対空誘導弾は、2003年に正式化されて、陸上自衛隊で配備が進められている兵装であり、やはり、装輪式の車両の荷台部分に、本体の発射機を備えた、移動式の地対空ミサイルシステムとなっている。
現行の丸三式中距離地対空誘導弾の正確な射程距離は公表されてはいないが、千葉県千葉市の下静駐屯地に配備されたものが、神奈川県の横浜市や茨城県の筑波山をカバー可能とされていることから、少なくとも 60km 以上になると目されている。2023年2月末で2年目に突入したロシア・ウクライナ戦争においても、航空戦力では、ウクライナを圧倒しているはずのロシアが、それらを使用した積極的な攻撃を行わないのは、ウクライナの防空網が機能しているゆえだとも言われている。こうした実戦での状況から類推するに、少なくとも、いわゆる第5世代戦闘機よりも、以前の機体であれば、地対空ミサイルシステムを備えた領域には、迂闊に侵入できないことが伺え、日本の南西諸島防衛にも、この教訓は生かされるだろう。ただし、ロシアは、最新鋭の、いわゆる第5世代戦闘機のSU-57 破本の少ししか実戦配備をできておらず、貴重なそれらを万一撃墜されるような事態を警戒して、投入を見合わせている感が強いが、中国は少し状況が異なる。中国空軍は、いわゆる第5世代機に数えられる J-20 を、すでに200機以上配備しているとみられ、徐々に台湾方面に向けた実戦配備も強化しており、想定通りのステルス性能であれば、それらの抑止は、現行の地対空ミサイルでは、困難となることも予期される。丸三式中距離地対空誘導弾も、すでに、平成22年度から平成28年度までの7年間を通して、取得にかかる費用を抑制しながら、低空を侵入してくる巡航ミサイルや、速度の速い空対地ミサイルへの迎撃能力を高めた、改良型が開発されている。これは、通常は丸三式中距離地対空誘導弾、改めと、呼称されているが、友軍とのデータリンクの実現によって、共同抗戦能力が強化されており、より、広範囲の領域の防空を実現する装備として、進化を遂げている。ちなみに、日本で、波長距離のみ試験が可能な場所がないため、この03式中距離地対空誘導弾、改めの試射は、2015年に、アメリカ本土のニューメキシコ州の施設で行われ、巡航ミサイルに見立てた標的に対し、10発すべてを命中させている。さらに、丸三式中距離地対空誘導弾、改めは、令和5年度から、令和10年度の6年間を通して、短距離弾道弾や極超音速兵器の一種である。HGV の迎撃能力を高める開発が行われることになっており、進化する敵ミサイルへの対処が急がれている。今回、石垣島に陸上自衛隊が石垣駐屯地を設置する運びとなったわけだが、南西諸島においては、中国からの軍事的な圧力の増加を受けて、これまでも段階的にその展開を推し進めてきており、その一環であることが伺える。まず、陸上自衛隊では、平成28年3月に、与那国島に、与那国駐屯地を開設し、ここには、主として、周辺の監視任務を行う部隊を置いており、続いて、平成31年度には、宮古島に、地対艦ミサイル、地対空ミサイルを配備する、宮古島駐屯地を開設した。宮古島駐屯地と同時期には、鹿児島県の奄美大島に、奄美駐屯地、瀬戸内分田室地を開設しており、ここにも、地対艦ミサイル、地対空ミサイルを配備し、さらに電子戦を行う部隊も置いて、南西諸島の防備を、強固なものとしてきた。現行の人に、一式地対艦誘導弾や、一連の丸三式中距離地対空誘導弾のシリーズでは、未だ、その射程距離が短いこともあり、こうした南西諸島の複数の島々に、
舞台配置をせざるを得ないという物理的な問題がそこにはあるようにも感じられる。こうした陸上自衛隊の南西諸島方面への配置の強化について、おおむね対象となった地域の世論も賛同し歓迎する声が多数派ではあるが、沖縄本島においてはかつての太平洋戦争時の凄惨な体験の記憶もあり、批判の声もあるようだ。沖縄県のデニー玉城県知事は、確かに民主的な選挙を通じて選ばれた人物であることに異論はないが、国の防衛政策に対して地方自治体の首長が非協力的な行動や言動を行うことをどこまで許容するのかという点では疑問を禁じ得ない。沖縄の反基地活動を行っている団体は、最近もかつてインターネット上の掲示板の仕掛け人として名を馳せた人物とその行動の文言をめぐってトラブルとなり物議を醸したが、大多数の日本国民がそうした活動に理解を示していないことを改めて認識すべきだろう。ロシア・ウクライナ戦争の世紀は、アジアにおいては台湾有事の可能性も現実味を帯びるなど、刻々と中国の海洋進出をめぐる脅威の増大を裏付けてきており、かつての冷戦構造化のような状況よりも日本の安全保障環境は悪化していると言わざるを得ない。